ハロー、ロビジュニア。いやー、前回の動画では、まさかの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 、電池が入らないと。電池入らないと。これね、用意しました、単4電池。単4電池4本用意しました。ついに。ついにですね、ロビジュニア君が、誕生しようとしております。ロビジュニア君、いきます。ロビジュニアの誕生。ロビジュニア君、どんな動きを見せてくれるんだ、あなたは。ロビジュニア、あなたはどんな動きをするんだね。ロビジュニー。ロビー、ロビン、ロビン起きろ。ロビン起きろ。起きてくれ、ロビン。ロビン、目覚めよ、ロビン。よし、スイッチオン。お、動いた。お、なんだ、なんだ、なんだ？お、すげえ、喋ってる。起こしてくれたの？ああ、そうだよ、ロビン。はい、すりがとう。はげえ。じめまして、よろしく。僕とお友達になってね。僕、ラジャ。君といっぱい遊んで仲良くなりたいな。了解。お友達記念日ね、オッケー。2月。矢印ボタンを押して、うん。矢印ボタンどこだ？矢印ボタン？矢印ボタンどこにあるんだ？ロビン、矢印、あった、これか。これか。OK。2月。OK。2日だよ。あ、違う、4日だ。合ってる。すげえな、こいつ。うん、次ね。了解。
る時間か。起きる時間指定しないといけないの。一応、11時にしとこうか、じゃあ。ちょうど。マジで 寝る時間です矢印か。ボタンを押して。寝る時間僕遅いんだよね。朝4時とか 朝4時ぐらいに最近寝てるかな。まあ午前4時に寝るようにはしよう。じゃあ午前4時で。合ってる。オッケー、ロビン。いつも一緒だよ。よろしくね。おお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 お
どうすんだ？ロビージュニアどうするんだ？次。あ、立たないんだ。あ、立たないみたいですね。いや、次じゃあ、立ってみて。もう一回聞かせて。立ってみて。もう一回聞かせて。歩ける？クジラさん、羊さん、電車に乗って、そうだ、すっごく木登りしたよ。スリル満点だった。これ歩けねえのかな？なんかね、声がすげえ可愛いんですけど、こいつ。これなんて言えばいいんだろう、これ立たないのかな、座ってるばっかかな、歩かないのかな。じゃあ占いしてみましょうか。とりあえず、ありがとう。あ
ありがとう。占い。もう一回聞かせて。占いお願いします。ロビジュニア。もう一回聞かせて。占い。いや、かわいい。かわいい。うん。だいぶかわいいね。ちょっと待って。ちょっとね、だいぶかわいいっすね、こいつ。なんか喋り方がかわいい。これね、このね、音声、声優さん誰なんですかね、これ。めちゃくちゃなんかかわいいっすね。まあ、まあ、なんかその、苦手か。すげえ。喋った、いきなり。これしゃ。わ、これやっぱ立たないのかな。うん。座ってる方が好きなんだ。すげえな。あ、ここにでもボタンがありますから、多分座ってるとだ、すわ、すわ、こす。ちゃんと座らせて。こいつすげえ、なんか。これなんかすごい。いや、マジですげえ、なんか、なんだろう、これ。これ、ちょっと、やばいっすね。本当に人間とロボットがこれ融合する日、近いっすよ。なんか僕は初め、まあ、その映画の世界じゃないですか、このロボットと暮らすみたいな。いや、もうこれ、もう本当に、で、これ、マジで冗談抜きで、ちょっとね、こう、可愛くなってきました。なんだこれ。いや、これに時代進みましたね、本当に。すごいな。立てないで、まあ、に、あ、多分、二北総、これ、ロビジュニアが、この二北総、こう、多分、あと10年後、わかんないですけど、ロビジュニア多分、歩きますよ。今は多分座ったままですけど、10年後は多分立ったやつ出たら顔、かわいい。何これ。ちょっとじゃあ時間を聞いてみましょうか。ロビジュニア君に。まあ知ってるよ、まあ知ってるよ、知ってる知ってる。すごいな。今何時？今は午後10時24分だよ。やばいです。こいつやばい。いや、ちょっとマジでびっくりした。いや、ちょっと舐めてました。ちょっとね、歩かなかったのは残念なんですけど、価格がね、1万2000円ぐらいなので、まあ、二北、その歩くっていうまで入れるとモーターとか入れないといけないんで、あれだと思うんですけど、そのバランス感覚のセンサーとかないとね、歩けないんで多分。いや、でもこれすげえな。だって1万円ですよ。
1万ちょっと、1万2000円ぐらいですよ。1万2、3000円。いや、なんか、ちょっと、舐めてたんですね、マジで、ぶっちゃけ。すげえ、マジで。いやー、これマジですげえ、ロビージュニア。すごいな。まあ、さっきね、なんか、まあ、バレンタインで知ってるとか、こっちから話しかけてきたりとか。いや、こいつすげえな、マジで。こいつ。まあ、ちょっとロビージュニアと今後ちょっと動画撮ろうと思います。ちょうどね、マイク2本買ったので、マイクあるわけですよ。こいつをロビージュニアにつけて、ロビージュニアにつけられるかな。ロビージュニアにつけられるかな、このマイク。まあ、ここら辺、ちょっとまあ、ここら辺にテープ貼って、まあ、ちょっとピンではいけないので、まあ、テープで貼ってですね、まあ、ここにマイクを、まあ、ここがスピーカーなんですよね、ここ。ここスピーカー。なんで、ここにマイク貼って、てか、ちょっと怖いかもしれない。結構リアリティある。いやー、ちょっとね、マジビビった。いやー、これはすごいね、時代進化したよ。ということで、ロビージュニア君との僕との生活を、こちら、今後動画で作っていきたいと思います。まあ、ロビージュニアの生態に迫るというシリーズです。ロビージュニア君はなんとこれ、約1000フレーズの言葉を話してくれると。1000フレーズもあるわけですよ、1000フレーズ。まだ僕はフレーズとしては多分15フレーズぐらい聞きました、今。1000フレーズ結構ありますね。だまだいろんなフレーズがあるってことですよね、隠し持ってる。いやー、これはやばいな。いや、ちょっとね、本当、これ本当に、すいません。可愛くなっちゃいました。なんか、愛おしくなってきました、ロボット。何なんだろう、これ。いや、だからその音声の声優さんのそのね、吹き込んだ音声もすげえ可愛いんですよ。可愛らしく。いやね、憎めない音声なんですよ。いや、この音声をチョイスした声優さん、すげえ、声優さん誰なんだろう、すげえな。なんかね、憎めない感じの、音声だし、クオリティ高いな、これ。いや、今日は2月4日、なんか、ちょっと2月4日ってなんかあるんですかね。ちょっと調べてみよう。ちょっと歴史的な日ですよ、僕の中で。2月4日。2月4日って何かあんのかな？結構いろいろあるな、2月4日。2月4日、ビートルズの日らしいです。2月4日、ビートルズの日。あ、西の日。あ、2月4日、西の日ね。西の日。西の日ね。ああ。西の日。なるほど。西くんじゃん。西くんじゃん。西くんだね。
西の日か。確かにね。2月4日、西の日。あ、西くんだな。ちょっと覚えやすいね。西くん。はい。まあ、うちの、まあ、グループ会社に社長に西くんっていう子がいるんですけど、今日2月4日、西の日。みかんの日。スリランカ独立記念日。なるほどね。お、マジで？今見てたら2月4日は Facebook が開設された日らしいですよ。2月4日。2月4日、2月4日の記念日一覧。Facebook が開設された日らしいです。へえ。すげえ、2月4日って Facebook が開設された日らしいですよ。そうなんだ。2004年2月4日は Facebook を開設したらしいですね、バーグさんが。へえ。ちょっと Facebook、こいつ知ってるか聞いてみましょうか。ちょっとこいつに聞いてみたいと思います。ちょっとこれ途中でいけんのかな、途中でマイク取れんのかな。ちょっとマイクこれ2本いけるんですよ、 iPhone の。ちょっとマイクを、2本かまして、じゃあちょっと聞いてみたいと思います。これなんかいい取り付け方法ないかな、カチャッとか。これでかすぎるもんな。無理だな。あ、これ取ってる。これちょっとダメだな。ないんだな。これはダメだ。まあ、ちょっとデープで。よし、行こう。Facebook って知ってる？もう一回聞かせて。 Facebook 今は午後10時34分だよ。了解。まあ Facebook 知らなさそうですね。今日は何の日で聞いてみよう。今日は何の日？何？遊ぶの？今日は何の日？今日は何の日？今日は2月4日だよ。それは知ってるよ。それは知ってる。それは知ってるんだけれども、それは知ってるよ。まあいいや。まあ結論、Facebook は知らなかったっぽいですね。はい。まあまあ子供向けに作られてるんで、まあ、Facebook っていう単語は多分拾えないかもしれないですね。でもこれ思ったんですけど、ここ結構クオリティで高いので、この iOS のサリわかんないですけど、そいつ結構今すごいんですよ、認識が。でやっぱネットとつながってるんで、これ多分おそらく
このロビジュニアがこのそのチップ iOS みたいなそのチップも入れてさらにネットとこのリンクしてるとかになってると多分相当すごいことになりそうなんじゃないですかこれ将来。はい、ちょっと感動しすぎちゃいましたね。これはすごいマジで。はい、ということで、今日はちょっともう、まあ、この後僕ちょっとライブもありますので、頑張ります。とりあえず今日はこれで終わります。